はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらでございますね。うん、野球版 3D エースです。はい、こちらですね、野球版でございますね、うん、パパもね、子供の頃やってよ、野球版、うん、家にあった、うんうん、だけど、この野球版はかなり進化しております。何が進化しているかというと、なんとピッチャーが投げた球が浮いてます、うん、昔はね、コロコロ転がるだけだった。ところがこれはね、ちょっと浮いて飛んでくる球が、うん、でしかも浮いてくるからバッティングのタイミングによってはホームランになります、うん、それがすごい、うん、今までの野球盤こんなのできなかった、うんうん、それとこの部分、これ電光掲示板、これがですね、なんと電飾へ光るみたいですね、うん、音も鳴るみたい、うん、ちょっと楽しみだよね。楽しみ、うん、それで実はですね、もう開けてですね、遊んでしまっておりますね、うんうん、だけどこの電光掲示板のところはまだ一回も音鳴らしてないですね、うん、動画でやるのが楽しみで、うん、一回も鳴らしてないです、うん、はい、はい、こちらがですね、野球盤でございますね、うん、いやー、すごいね、カラフルだよね。なんかね、うん、昔の野球盤と違うのが、なんとなくね、メジャーリーグっぽい。メジャーリーグ？うん、アメリカの野球みたい。うん、うん、それがちょっと違うかな。なんかこの辺とかね、芝生になってるし、うん、うん、なんかちょっとね、綺麗。それで、まあ見た感じはね、普通の野球盤ですよ、うん、この辺にこうね、うん、ファースト、セカンド、ショート、サードっていうでしょ、うん、ピッチャーでね、うん、で、ライトとレフト、センターの守りがそれぞれいますね、うん、で、この辺に落ちたら、例えばこれはファーストゴロとか、うん、セカンドゴロ、うん、ショートゴロ、サードゴロ、ライトフライ、センターフライ、レフトフライというような感じでね、穴に落ちたらもうアウトだよね、うん、はい、でこの辺にね、ポトポトこの辺に落ちたらヒットっていうことになるかな、うん、うん、で、一番奥、ここ、うん、こういうとこ見るとね、2BH って書いてあるね、うん、これはツーベースヒットだね。これは 1BH だからヒットだね。そうそうそう、これヒット。で、これは 3BH だからスリーベースヒットだね。そう、で、ここだ、これハテナ、ハテナマークがあるんだね、うん、ハテナマークは何かというとですね、この部分に見えるかな、見えないかな、見えるかな、これルーレットがあるんですね、これ、うん、これで、まあ、何が出るかによって運命が決まると、うん、文字盤は4種類ですね、うん、2ベースヒットとアウトと普通のヒットと、DP っていうのがダブルプレーだね、うん、アウトが2つ一気に取られちゃうやつですね、うん、はい、それと、これボールストライクアウトの、カウントはここにありますね、うん、ちょっと見えないかな、アウトだけちょっと見えないかな今ね、はい、それで、外側なんですけども、ここスタジアムがね、こんな感じで、これ軟質パーツなんだけどセットされてますけども、うん、ここに当たったらホームランかな、まあここの溝に入ったらホームランって感じかな、うん、うん、で、何回か遊んでるうちにやっぱ慣れてきてホームラン打てるようになったよね、うん、うん、面白いよね、うん、うん、で、我々は遊んでる時にここに当たっても跳ね返ってきたらホームランじゃないってことにしてるね、うん、本当はホームランだけどね、うん、うん、そしてですね、まあ普通の野球のルールと同じで、このラインの外側がファールですね、うん、はい、でこちらね、ダグアウトにですね、ランナーが3人控えております、うん、ヒットで打った場合はここにランナー1人出て、うん、もう1人ヒットで出たら2塁のところに1人出て、うん、もう1人が出たら3塁のところにもヒットが置けるようになってますね、うん、バッターは、左バッターともう1人右バッターがおります。だからこれ交換できるね、うん、はい、バッターはこちらで操作しますね、うん、ここのレバー、これで振るだけ、うん、もうこれは単純だね、見えるよね、うん、この部分にですね、あの溝が3つ掘ってあります、うん、ここにね、球が落ちるようになってるんだけど、うん、真ん中がストライク、うん、あとのサイドはボールでございますね、うん、はい、これ分かりやすいですよ、うんうん、そして反対側ですね、これがピッチャーですね、うん、で、これで引いて放つとボールを投げます、うん、で、こちら側にもですね、ありますね、レバーが、うん、これはこれを前に出すとなんと変化球を投げられるんだよね、うん、ちょっと遅くて、途中で球が変化するね、うん、磁石の関係でね、うん、で、これを後ろに引くとですね、昔の野球盤からあったんだけど、これ後ろに引くとこれ消える魔球ですね、うん、下に下がっていくと、うん、どうしても打てないってですよね、うん、それではですね、この 3DS の電光掲示板、これ初めて今からオンにするんだけど、うん、やってみましょうか、はい、はい、じゃあエイシン君オンにしてみてください。はい、エポック社の野球盤。おー、喋ったね。で、これね、後ろ側にストライク、ボール、アウト、チェンジっていうね、ボタンがあるんで、うん、ちょっと押してみるよ、うん、やってみるね。プレイボール。え？プレイボールって言った今、うん、プレイボール？プレイボールするの？お、お、すごい、すごい、こんな音になるんだ、うん、じゃあストライクね。ストライク。あ、いったいった、うん、じゃあボール、はい、ボール。
はあ、うん、軽快な投球、バッターアウト、はあ、アウト、応援入ってるよ、うん、じゃあチェンジやってみるね、はい、なるほどね。なるほど。うん。これごめん。メジャーリーグっぽいって言ったけど、完全に日本の野球だわ。うん、この応援の仕方は日本の野球だよね。うん、それでここがヒットボタンみたい。押してみるよ。うん、はい。あれ？取れない。ヒットです。おー、ヒット、ヒット、ヒット。うん、じゃあ、ツーベース押してみるね。打球は外野の前へ、ツーベースヒット！おー。そしてこれがスリーベース。はい。タガーズ上がった。スリーベースヒット。はい。じゃ最後にこれホームランだね。どうだ？ショート特大アーチ。ああ、ホームランになりましたね。お、花火上がった。花火。でこれがですね、ハテナマーク。ここに落ちた時の音かな。うん、やってみるよ。ああ、また鳴り始めたけど、行ってみるよ。大きなフライ、ツーベースヒット。お？あ、そっか、こっちでもランダムにできるんだ。もう一回押してみるね。大きなフライ、アウト。ああ、そうだ。やっぱりランダムになってる。あのルーレットの代わりにこっちでもランダムにできるんだ。うん。こっちの方が面白いかもね。はい。じゃあその下。はい。これなんだっけ？スチール。はい。盗塁だね。はい。これ野球盤じゃ盗塁絶対ないからさ。うん。やってみるよ。判定アウト。アウト。もう一回やってみるね。判定アウト。アウトだ。またアウト。あ、じゃあその次、この下は多分応援だと思う。今応援の歌流れてるけど、多分同じ音が流れるんだろうね。もう一回やってみるよ。ちょっと。な、出てる、なんかもしかして0対0？うん。じゃあ一番下が。スコアが入った時の音です。得点が入ります。1対0。あー、ちゃんとここでやってくれるんだ。うん、得点追加。2対0になった。あー、うん、ちょっと待って、これでチェンジしてみるよ。はい、チェンジ。スリーアウトチェンジ。じゃあこれで反対側になったから、うん、これでもう一回ここで得点してみるね。うん、得点が入ります。2対1になる。うん、なった。なった。あー、すごい、ちゃんとこれカウントしてんのね。うん、はい、じゃあこの 3DS 使ってちょっとですね、遊んでみましょうか。うん、よし、ではやっていきましょうか。はい、はい、パパはピッチャーで A ちゃんがバッターですね。はい、でどうしようか、何回までやる。3回までにしようか。うん、分かったね。うん、じゃあ9回じゃなくて3回終了にしましょう。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、プレイボール。いきなり？どうだ？ツーベースヒット？うわ、ツーベースヒット？いきなり？いきなり？じゃあこのダグアウトからツーベースに置いてください。なんか今ね、バットに当たってない気もしたけど、うん、まあいいでしょう。じゃあいくよ。はい、ストライク。あ、違う。ストライク。ここ。そうだね。はい、じゃあいくよ。はい、はい、ストライク。追い込みましたよ。あ、パパごめん、球がない、球がないからやりましょう。なんだ今の。当たってない。ボールだね今のは。ボール。お、またまたハテナマーク。大きなフライ、ツーベースヒット。わー、よっしゃー、ツーベースヒットってことはこれが一人帰って1点だね。エシンくん1点。得点が入ります。うわー。よっしゃー。1対0。いきなりじゃ点取っちゃったな。これまでと違うな、この状況。そうだよね。よし、じゃあいきますよ。はい、うわ、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。でもじゃあ、今どっかに当たってこっちに入ってるんだよ。とにかく、これツーベースヒット。強烈な打球、ツーベースヒット。うわ、そして点が入ったよね。得点追加。2対0か。ちょっと待って待って、ちょっと
A ちゃん強すぎるんだけど今日。ワンアウト二塁だね。いきますよ。ストライク。ストライク。はい、じゃあいきますよ。ストライク。ストライク。追い込みました。よし。うお、うわ、場外ホームラン。やったー。すごい。ホームラン。大きな超特大アーチ。うわ、マジで超特大アーチだったんだけど、場外だけど。得点追加。これ二塁走者が入って、また今打ったバッターが入ったからもう一個得点です。得点追加。よっしゃ、4点。マジかよ、えちゃんこんな得点したの初めて見たぞ。あ、ストライクだ。ストライク。スリーアウトチェンジ。スリーアウトチェンジです。ファール、あー、ファールじゃない、アウト。軽快な投球、バッターアウト。ヒット。これ。絶妙ヒット。よし。え？すごいファウルだって、これさ、この人に強襲しちゃったね。大ファウル。かわいそうなことしちゃったけど。あー、ストライク、バッターアウト。軽快な投球、バッターアウト。まずいな。よっしゃ。うわ、またホームラン。大きなフライ、ホームラン。うわ、すげえ、センターオーバーの超特大ホームラン、また出ちゃったな。あー、負けたということで、エイシンくんの勝ちだ、これは。やったー！ 5 対0でエイシンくんの勝ちです。イエーイ！なかなか楽しかったね。うん。イエーイ。野球盤をね、エイシンくんができるようになって、パパは嬉しいよ。うん、パパはね、野球好きだからさ。うん。うん、この前ね、エイシンくんもね、実は、千葉ロッテマリーンズの試合見に行ったもんね。うん。うん、まあ、その試合見に行く前からこれは持ってたんだけど、実はね。これで遊んでたから、多少ね、ルール知って野球見に行くことができたね。うん。うん、だからこれからね、また球場に足運ぶこともあると思いますけども、うん、またこれで野球盤でね、もうちょっとルール覚えて、野球これからも楽しんでいきましょう。うん、はい。はい、ということで今回は野球盤 3DS でした。